池田さんの家族に対する思い、はい、海外で暮らすことになって奥様への思いとか対応とかですね、うん、そういうふうなものを、はい、家族にはもう本当にとにかくすごく感謝しています。あの両親にはものすごく感謝しています。それはやっぱ僕が自分で好きに海外に出て海外で制作してっていうのってやっぱり両親が健康でいてサポートしてくれるからこそやっぱりできると思うんですね。これが例えば病気してってなったらなかなか絵に集中もちろんできないですし、やっぱりその健康でいてくれて、あとは高校の時からずっと自分がやりたいことをもうやんなさいってやっぱり言ってくれたからこそいろんな人と出会えて自分の絵の道をこう進んでこれたと思うんです。で家族、今度は自分の家族、妻とか子供に対しても全く同じで、特にアメリカにいるとおじいちゃんおばあちゃんもいませんし、親戚も誰もいませんし、友達しかいないんです。友達って言ってもそのみんな海外で過ごしてる日本人の家族だから、自分たちのことを昔から知ってる同級生もいないし、それこそ親友と呼べる昔からの親友もいないし、そういう何もない状況でにいるとお互い夫婦でさもう2人でやっていくしかないので、どうしても運命共同体って言いますか、全部自分たちでやって話し合って解決してやってみて、で子供たちにも手伝ってもらうこともいっぱいあるし、だから家族っていうものがものすごくこう強く来ていかなきゃいけないっていう感覚はものすごく強くなるんです。だから今回はそのアメリカで3年3ヶ月かけて一つの絵をこう完成させられたのも、やっぱそういう家で子供たち3人を見てくれて食事を作ってくれて少しでも絵に集中できるような環境を作ってくれた妻のこれだと思いますし、はい、もう本当にだから自分はもうただただ絵を描いていましたけど、それができるようにしてくれたのはそういう家族の支えがあってのことだなって本当に思います。まあ、前からね、昔からよく言われる言葉ですけどね、女は強し、それの母はなお強しということですね。そうです、本当に、はい、やっぱり奥様に対する感謝の気持ちっていうのは本当にあの我々も忘れてはならないことですけど、池田さんも特にですね、はい、やっぱりあの家を守るがもう池田学ぶを含めて、うん、でも奥様が守っておられるというような感じですね。はい、本当にそうなんです。だからそのギャラリートークとかそういうインタビューとかでは、はい、なかなか妻とか家族はなかなか出てこなくて、はい、やっぱ先生とかギャラリーのオーナーとか、はい、そういう絵に直接関係のある人たちの話がやっぱ主に出てきますけど、うん、いやでも本当にそういう家族、うん、妻の大きな支えがあってこその全て、はいですね、はい、いつも大事になさってください、はい、そしてまた子供も、はい、大事にします。